清水喜助は、清水建設の創業者と、その婿用紙が名乗った名である。1859年6月8日、江戸時代の大工投領で、後の清水建設の創業者。1783年、現在の古市中国内郡省羽村の豊かな農家の長男に生まれた。1804年、その後、清水屋の屋号で、神田新国町の表通りに店を出す。 単語宮津藩本城家の御用達大工となり、1838年には、江戸幕府の命により、江戸城塞の丸造営の一工区を受け負う。それ以来、彦根藩院や佐賀藩鍋島家の御用達も務める。この時木助は、越中から呼び寄せた弟子の藤沢誠七と共に御用を、務めた。後に木助は、誠七の腕と働きぶりを見込んで彼を、長女、安の向養子に迎える。 キスケが一階の職人から幕府御用を務めるまでに出世した、その経緯について詳しい資料はないが、清水屋は世間から信用され、キスケと正七は確かな仕事ぶりで、それに応え、商売の基礎を固めていった。1849年には、江戸、牛込の高田八幡宮随見門の工事を完成。こうした実績を重ねつつ、キスケは、 神儀白白川神道の門人心配次第を伝授され、日向の国名を名乗ることと、上等式には、風尾里江星に、祭事用装族の着用が認められた。続いて1851年には、上野林王寺宮から、出雲の国名との締めの着用、非常時には盾脇を許されるまで出世した。1858年、200年以上に及ぶ、長い鎖国が解かれ、幕府は、 その翌年に神奈川、長崎、函館を開港。木助は経営者として時代の転換を捉え、素早く開港場建設に参加した。当時、小さな漁村であった横浜は、役所や役宅、商人たちの事務所や店舗などの建設ラッシュに沸いており、木助は横浜坂下町にも支店を構え、精式にこの店を任せた。木助は老齢であったが、 仕事に注ぐ情熱は衰えず、江戸と横浜を頻繁に往復した。1859年5月、木助は、ある外国関係の工事の遅れを取り戻すため、早朝、早川で江戸を出発。しかし途中で病に倒れ、そのまま帰らぬ人となった。二代目、清水木助から1881年8月9日二代、清水木助となる、藤沢誠七は、 越中国都並郡稲見出身である。初代、木助の生誕地である小羽根と稲見は直線にして 20km という至近距離に、あり稲見は宮大工排出の地として知られていた。正地は駒物省の子として生まれたが、幼少の頃から社寺建築に親しみ、やがては大工を転職と決め、天保年間に初代木助を頼って江戸に出た。初代木助は、 江戸城祭の丸の造営に参加するにあたり、22歳の藤沢清七を引き連れている。清七は西の丸の造営に参加した翌年、初代木助に認められ、長女安の婿として迎えられた。その後、43歳の時に清七が二代を継ぎ、清水木助清則を名乗った。二代、清水木助は開港の翌々年にあたる1861年に、 神奈川役所定式部新券入札引受け人に指名された。1862年に伝統商会の代理人を務めるロレイロの事務所、県住宅を施行した。外国人技術者の下で働くようになり、ブリジェンスやビットフィールドなどから西洋建築を学ぶようになった。1866年には横浜神殿北方製鉄所、翌年には 神奈川ドイツ公使館を請け負い、1870年には、東京会市場に築地ホテル館を経営する傍ら、横浜居留地召館14番館以下の六館、ついで横浜で、明治政府から外国人応接所を請け負うなどしている。また、当領親方として生きた、初代、清水木助と違って、二代、清水木助は1859年に開いた、横浜店を任され、材木召、 金物の販売や、後には、菓子屋業、動物と言われた用品の店を経営し事業家としても、成長した。1863年、二代、清水喜助は、江戸の隅田川ほとりにある三角稲荷内社殿を、完成させている。三角稲荷は、越後や三井の守護神とされているもので、これを契機に番頭である、三野村理財門に知られ三井組の建築を、受け負うようになる。 さらに、三野村理財門の紹介により、後に清水組の相談役になる渋沢栄一の地位を得る。三井組とのつながりは、その後長い期間にわたって、多くの工事案件を清水組にもたらし、資金融資面でも支援を受けた。1881年2月、日本橋本国町の居宅がある衣装にあった。その時、二代木助は、消化に努めて、風邪を引き、それが、 引き金となって体調を崩した。以後は寝込むようになり体力が次第に衰え、ついに同年8月9日、65年の生涯を閉じた。ありがとうございます。